リンリンハローパラレールリニパラレルのリントです。はい、本日はねヘビちゃんの巨食のお話でございます。はい、ただ私に質問してきた方もいたんですけれども、私ヘビちゃんはねセーブシジバナヘビのみでございまして、他は飼育経験として青大将程度しかないんですよ。あとはまあコーンスネークの飼育の仕方を調べていたりだとか、あとはボールパイソンとかそういうのをねしっかり調べていたことがある程度で、知識としてはあるんですけれども、実際に経験をしている内容は少ないので、知識上のお話と思ってお話を聞いてください。その中から自分家の子にもしかしたらこれが原因かもと思う原因を当てはめていただくような形でお話を聞いていただけますと幸いです。まずヘビが拒食してしまう原因についてなんですけれども、大きく分けて3つあります。そのうちの1つというのが、環境の変化で、もう1つというのが生理現象、そしてもう1つが、病気になります。で、まず話が早く終わっちゃうところの病気でいくと、病気に関してはもう体調を見て何かおかしいなというところがあれば、まず病院に連れて行ってあげるのが良いでしょう。でヘビちゃんの病気っていうのはなかなかサクッと見つからないので、結構ね日々の観察が病気に関しては必要かと思います。で次に話も短いのが、生理現象なんですけれども、例えば脱皮の直前だったりだとか、あとは、女の子の場合でいくと、卵を持っているだとか、あとは、食いだめをしすぎてしまっているとかっていうところの生理現象、どうしてもね起きるところなんですけれども、そういうところでもしかしたら拒食、今ご飯を食べたい時期ではないっていう可能性はあるかと思います。なので脱皮が近くないかっていうのは見てあげたりだとか、卵持っていないかなっていうのを見てあげたりだとかっていうのは日々してあげると、分かりかけてくる部分っていうのは出てくるんじゃないかなと私は思います。で、もう一個、一番ね、原因として見えやすいのは、環境の変化ですね。で、環境変化って何かっていうと、例えばゲージがね、コロコロレイアウトが変わるだとか、あとは、過度すぎるスキンシップ、本人が嫌がっているのに、そのスキンシップをしてしまっていたりだとか、例えば威嚇ねめちゃめちゃしてるし、逃げようとしてるのに何て言うんだろう、スキンシップしたり、うちの子はそのスキンシップっていうのが全然問題ない子なので、例えば手を入れてスッとやっても問題なくね、こうやってスキンシップできるんですけれども、嫌な子だとこういう風にやった時点でもう逃げようとしたりするんだよね。だからで、しかも大きく暴れたりだとかもするんだよね。なんだけど、そういう例えば過度すぎるスキンシップだとか、あとはケージのね置いてる場所が不安定でちょっとこう揺れてしまうだとかね、こういう感じでね、だとか、あとは日中も夜も例えばこうライトがずっとつきっぱで、私夜はこれライトこうしてるんだよね、下に向かないようにしてて、フクロモモンガちゃんたちが夜行性ではあるんですけれども、ちょっとの明るさの方がちょっと活発に動いてくれるんで、私この LED のライトつけてるんですけど、この LED のライトは夜この子にはこうやって当たらないようにしてます。この子は基本的にね中高生のヘビちゃんでございますので、日中動くタイプなのでね、夜行性ではないのでというところでやってますけれども、まあそういう、なんだろうな、環境のストレスになるものだね。とか、あとまあ湿度、温度の管理の部分。湿度が低すぎたりとか、あとは温度が低すぎたりすれば、それはそれで、この子たちにとってそれもストレスになりますので、すると、ストレスを感じるとね、この子たち代謝を落とすんですよ。代謝しないように、カロリー表、
カロリー消費というのをねぐーっと抑えます。10分の1ぐらいになるんじゃないかな、多分カロリーの消費っていうのは。なので10分の1っていうことは、例えばご飯1杯で1日動いてたところ、ご飯1杯で10日間動けるみたいな体に切り替えるんですよ、自分たちで。で動かないようにしてしまって、カロリー消費を抑えることがこの子たちってできるんですよね。なので、でしかもこの子たちって、この後お話はするんですけれども、消化効率がとてもいいんですよね。消化して例えば食べたヘビちゃんじゃないやマウスとかご飯を 90% ぐらいはしっかり吸収できるんですよね。なのでその 90% 吸収して、残りの 10% っていうのが排泄物として排泄されるんですよね、不要なものとして。でも基本的には不要なものっていうのはなくて、90% ぐらいをねもう必要なものとして体に蓄える傾向にあります。なので、拒食をしても数日間暮らせるっていうのはそういうところなんですけれども、そういうのもあって、なんだろうな、基本的には代謝がねそういうのもあるからっていうので、まず環境のストレスがないかっていうところは日々見てあげる必要があると思います。ちょっと口がパサパサで噛んでしまいました。で日々そういう感じで、ストレスがかかってないかっていうところもね見てあげてください。まず拒食の原因としてはそんな感じですかね。なので拒食してるなっていう時には、そういうストレスがかかってないか、生理的な現象がないか、あとはただ単に動いてないのかっていうところ、代謝してないから拒食というよりは食べなくてもいいって本人が感じてる可能性があるので、あと脱皮が近づいてたりだとかっていうところで、様子を日々ヘビちゃんは観察してあげてください。で、安心していただける要素としてっていうお話なんですけども、さっきちらっとお話ししたヘビちゃんって拒食をしてもですね、さっき言った通り、消化効率が良くて 90% くらいは栄養としてね蓄えるので、結構なんて言うんだろうな、低燃費なんですよね。でガソリンを結構こうしっかり吸収するって言ったらいいのかな、燃料をしっかり蓄えて、で燃料をしっかりいい形で使ってくれるんですよね。で不純物だけ 10% ぐらい取り除いて生きていってるので、その部分で拒食をしていても実は体の中に栄養が蓄えられているっていうことが多いですね。でまたこの子たち変温動物でもあるので、お腹を温めたりだとか、そういう風な形で、消化をね即して促しながらやっていくんですけれども、その部分で低燃費に自分たちでなることもできるので、ちょっとなんだろうな、拒食期間とか、あとは今ご飯食べなくてもいいなって本人が思ってる期間に入ると、さっき言った通りご飯1杯で1日動くところがご飯1杯で10日間動けるっていう風な形に体をシフトチェンジしていくので、拒食があったからといってすぐになくなってしまうっていうことはないかなと思います。拒食期間ね、不安だとは思います、食べてくれないとなって。ただ最長でね2年とか3年とか拒食期間を過ごして生きているっていうヘビちゃんとかもいて、基本ヘビって待ち伏せ型の生物なので、動かないんですよね、カロリーの消費もしないしって。でそういう風な形で昔から生きてきてるので、多分体にそれが染み付いてるんですよね、ヘビちゃんたちってもう本能的にね。なので待ち伏せしながら餌が来たら食べるっていう状況になってるので、食べない期間はおそらく多分栄養がね溜まってるから今はいらないっすっていう風になってることの方が多いと思います。謎のね拒食っていうのはねするのは全然聞いたこともあるし、あれなんですけど、それこそアミメニシキヘビとかね、なんか全然食べてもいい期間なのに食べなかったんだよねみたいのもある YouTuber さんの動画とかで見たこともあるし、ほんとボールパイソンとかコーンスネークとかでもね拒食があってみたいのも聞くんですけれども、
ただ拒食をしたからといってかなり危険かと言われるとそういうお話でもないですね。なのでまあ日々様子を見ながら食べそうかなっていうのを見ていただくのと、あと食べそうな時の行動っていうのは把握しておいてあげた方がいいかもしれないです。この子は食べそうな時こういう風な形で餌に寄ってくるだとか、あとお腹空いてる時は指ですら寄ってくるだとか、多分その子によって性格とかあとは行動っていうのが違うと思うので、そういう部分は餌食べる時の雰囲気っていうのを覚えておくと、あれ今餌食べそうだなっていうのが見えてくると思うんですよ。で逆に餌あげてみようかなと思って見た時に、あこれは餌食べない状況だなっていうのもなんとなく分かってくると思います。私はサナちゃんに関しては、今餌食べそうっていうのを見ながら餌を回答するようにしてます。逆に私側から餌の時期だよ今っていうので渡さないようにしてます。日々こう、マウスじゃないけど指をこうやってねやってみたりとかして、で腹減ってる時ってね、自分からここのシェルターとかあとはその奥にいる時とかにちょっとね追ってみようとする時があるんだよね。でただ餌じゃないなって分かってやめたりするんだけど、その行動を見た時に、あ今餌欲しいんだっていうのがなんとなく見えるんですよね。なのでそういうなんだろう日々の観察、まあさっき過度なスキンシップはっていう話はしたんですけれども、ある程度のスキンシップはしてその子の性格っていうのを見てあげるとおそらく分かりやすいんじゃないかなと。であと拒食をしたからといって不安に思いすぎなくていい、不安だと思うんだけど不安に思いすぎなくて良いと思います。拒食はするときはします。はっきり言うとね、トクゲちゃんもそうだし、レオポンもそうなんだけど拒食はします。ただあいつらはもう爬虫類全般的になんだけど体力というかカロリーの消費を抑えることが上手です。なのでカロリー消費をうまく抑えた上で行動というか生きているので、欲しくなったら自分から出てくることが多めです。ヒョウモントカゲモドキ、レオパですね、に関してはうちの子たちはねご飯欲しくなったら出てきます。ケージの前をうろちょろ私出してると、あらそろそろ餌くれるんかいってシェルターから出てきてご飯をねだってきます。あとサバンナモニターも腹が減ってると近くで指動かすとなんだなんだってきます。なんでそういう様子見っていうのもしてあげるといいと思いますよ。拒食しちゃった場合はね、拒食してるなって思った場合はね。だから日々そういう観察を、でまあ日々それができないよっていう人でも2日に1回ぐらいは絶対してあげてください。ご飯食べたいよっていう合図がねなんとなく分かるようになってきます。うちはねそれで判断してます。ちなみに今サナちゃんはご飯欲しいと思ってないです。ご飯欲しい場合、さっき触った時もすぐ手から自分からね降りたと思うんだけど、ご飯欲しい時手の上にそのまま乗っかってくれたりとか、私が今ご飯あげる時って手のひらの上でね乗せてハンドリングしながらご飯をあげるんだけど、もうそれを覚えてるのか、手を入れたタイミングでご飯欲しい場合手に自分から乗ってきます。でも今多分手をねこうやってサワサワサワってこういう風にやってたら多分シェルターから出てきもしないと思います。ご飯欲しい時はシェルターから出てくるのと、なんとなくこう手のひらの上であったかさで遊びたい時ってあるんですよ。この子ちょっと不思議で、ヘビちゃんの中では私の中でね不思議なんだけど、手のひらの上で体を温めることをするんですよ。お腹を温めるって言ったらいいのかな。で多分人間の手のひらの上がこの子のにとってすごい心地いい温度だったりするんですよね。多分ね、これは多分だよ。何か研究で報告されてるわけじゃないからね。なんだけど、この手のひらがあったかいっていうので気持ちいいっていう風になってる時って自分からね来るの。その遊びたいというかお腹を温めたいみたいに思ってる時って、でも今ほらこうやってやっても来ないでしょ。来る時の動画にしたいんだけど、なかなかね来る時ってね動画回さないで私が普通に戯れちゃってるからあれなんだけど、来る時はね本当に来るんですよ。顔出したりするの。
でもね、今こうやっても顔出さないでしょ。でお腹空いてるとね、動いてるから一瞬マウスなのかなと思って勘違いしながら来るんだよね。でも見て、あ、なんか違うじゃんってなるんだけど、それがね今ないの。ほらこの辺でやったのかなっていう感じでね、日々その子その子の性格っていうのを見てあげるといいです。あの獅子花全てが今の行動をしてくれるとは私は思ってないです。あの多分しない獅子花は全然いるし、あの獅子花の中で荒い子は荒いしねって感じなんですけど、あのそういう風に日々見てあげてます。なんで給食に関してはそういう風に思っていただくといいかなと。であとは原因の3つのうち何か当てはまらないかなっていうのを見ながら、うちのことを戯れていただくようにしていただくと、ちょっと給食への不安っていうのはなくなるんじゃないかなと思います。まあ、ただ私がね実際にあの飼育っていうところで日々様子を見てあげれてるのってうちのこのシシバナちゃんだけなのでまあ昔いた青大将とか、あとはあの少しあの扱ってうちでね、あのちょっとの間飼育のお手伝いしてたボールパイソンとか、あのコーンスネークとかに比べると、あのその辺は全然普段からねやってないので、普段から関わりがあるわけではないので、ちょっと様子を見れてない部分っていうのはねたくさんあると思うので、なんだろうな、飼育経験自体が経験値としてはね、あの体験してるのはこのシシバナちゃんだけになるっていうことだけ把握していただけますと幸いです。あの知識だけっていうところなので、なんて言ったらいいのかな、やっぱりね経験と知識っていうのはね、あの違うんですよ結構。なので経験した方のお話の方がより重要だったりはするので、私の知識上のお話としてはこんな感じになります。なので、あの本当に経験している方の動画とかを見ていただくのも大事かもしれないです。あの拒食してるやつのね動画ってYouTube でいろんな方上げてるんで、そっちも参考にしてみてください。で、あのいろんな情報を入れて、その中でうちの子はこれかもっていう風に見ていただくと安心感が高まると思います。本当なんか飼育の仕方って人それぞれだし、あとはその答えっていうのも実は一個じゃないんで、ペットの飼育って正解ってないと思ってるんで私は。なのでそういう部分をより一層なんかこう多角的にいろんな方面から見てあげると少し安心感高まるかと思います。ということで本日はね、ヘビの拒食のお話と原因のお話を、私の持ってる知識の中でお話しさせていただきました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そして各種 SNS、インスタグラム、ツイッター、TikTok やっておりますので、よかったらそちらも見てみてください。また過去にたくさん動画上がっておりますので、そちらの動画もご覧いただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。